総理はマニフェストに書いてやらないことはやらない、それがルールだとまで訴えたということは、あれは嘘だったのかというふうに国民は思いますよ。その演説を聞いた人たちに対してもう一度真意をお話してください。野田内閣総理大臣。先ほどのうんと答えも言いません。我々の今の考え方ということの中においては、どうしてもこれはもう待ったなしの状況だと。で、それは社会保障を持続可能にしなければいけない。そして、その社会保障に充てるお金なんです。困ったとき、弱ったとき。それは本当に今大事な局面において、しかもこれはあんまりもうだらだらと伸ばせない状況の中で、私が言ったことはいろいろあります。それについてのご批判は甘んじて受けますが、しかし、そのことも含めて皆さんにご理解をいただきたいというふうに思います。斉藤君。あえてもう申し上げません。ところで、野田総理はですね、当時、マニフェストはイギリスで始まりましたと、ルールがあるんですと訴えておられますが、そもそもイギリスにですね、マニフェストに書いていないことはやらないというルールはありますか。野田内閣総理大臣。イギリスのそんな詳しいルールは分かりません。ただ少なくともイギリスのマニフェストは日本ほど細かくはないということは承知をしています。その方向で努力をされているんだろうとは思います。斉藤君。私がお伺いをしたのはですね、イギリスもう繰り返しになって疲れちゃうんですが、マニフェストはイギリスで始まりました、ルールがあるんですと言って、イギリスのマニフェストのルールを解説しながら、書いてないことはやらないんですと、それがルールなんですと皆さんに訴えていたんで、単なる確認の問題として、イギリスに本当にマニフェストに書いてないことはやらないというルールがあるんですかと、そうおっしゃってるのは総理なんですから、あるならある、ないならないとおっしゃっていただきたいと思うんですが。野田内閣総理大臣。従来の我々が言っていた、我々って共有するかどうか分かりませんが、公約というやつ、公約、選挙公約、これはよく背中に貼る絆創膏みたいに剥がれちゃうもんだと、公約というようなことがありましたよね。それと違って、もっと思いを込めて国民との約束という強い気持ちを持って打ち出したのはマニフェストであると、だからそういうあえて強調する言い方をしたということでございます。斉藤君。イギリスにはそういうルールがあるのかないのかだけご答弁。野田総理大臣。ルールという言い方が妥当かどうか分かりません。それは選挙演説で使っている言葉なので滑っているかもしれませんが、マインドとして約束したことを守ろうとはしているだろうという、そういう考えでやりました。斉藤君。あえてこれ以上申し上げませんが、残念ながら私が調べた範囲ではこれ全て調べたわけではないですが、どうやらですね、イギリスにはですね、そういう野田総理がおっしゃるようなルールはございません。成熟した議会制民主国家であるイギリスは、これ私本当に学ぶべきことたくさんあると思いますが、ソールズベリー慣行というのがございます。それはですね、貴族院議員というものが選挙で選ばれていないものですから、与党が総選挙公約に掲げられた政策を実現するための法案を出した場合には貴族院は否決をしてはいけないと。なぜなら貴族院議員は選挙で選ばれていない。そういうルールはありますが、マニフェストに掲げられていない政策をやってはいけないというルールは私が探したところはありません。イギリスにないルールをですね、イギリスのルールだと訴えて、さらに勝手に自分で作ったルールをまた自分で破る、二重に国民を愚弄しているように私には思えないんですけれども、総理、もう一回この点について大阪16区の皆さんに対してだと思ってご説明いただけますでしょうか。野田義彦内閣総理大臣。政権交代をして私たちが何をやりたいか、その強い思いを応対をする手段がマニフェストでございました。でそこで書かれている理念であるとか魂というのは、これはしっかりと守っていかなければいけないと思います。その強い思いを表すという言い方でマニフェストの強調をしたわけであります。でその思いは今も変わりません。斉藤君。この大阪16区の皆さんだけではなくてですね、このネットで大ヒットした時からですね、日本全国で多くの方々がですね、この総理の発言をおそらく目にし、あるいはネットで聞いていると思います。
私はこのマニフェスト選挙というものについてですね、信頼に関わる大問題だと思うからこそお伺いしているわけです。最後にもう一度野田総理に伺いますが、次もマニフェストを掲げて総選挙をするつもりはありますか。野田総理大臣。やっぱり選挙の際にですね、政権次取ったら次は何をやりますよということは当然のことから訴えなければいけません。でその意味ではマニフェストという考え方は生かしていきたいというふうに思います。ただしこの間の選挙のように詳細に細かく数字も何でもかんでも上げてという形にするか、ポイントを絞ったものにするか等々の工夫は必要だと思いますが、当然国民の皆様に政策の判断材料を提供するのはお互いの党にとってこれはもう役目だというふうに思いますが、もう一つちょっと重ねて申し上げたいのは、マニフェストの問題もありますけれども、ケネディとか含めて大統領を選ぶ際にそのリーダーが信任されるか信用されるかどうかが最初の最後に決めてたとおっしゃってました。私はやっぱり全てそこにかかっていると思います。マニフェストの進捗状況等々の検証もしていただかなければなりません。それは我々は選挙で訴える際にきちっとそれはお伝えをするということはこれお約束したいと思います。何をやったのかできなかったのか、実績を含めてできなかったことも当然出てくると思います。でその上でさまざまな危機管理の対応であるとか今その後に起こった課題に対して適切に我々が対応したかどうかも含めてトータルで審判を仰いでいくということが次の選挙だろうというふうに思います。岡田担当大臣。斉藤さん見識のある方なんで、あえて申し上げたいと思うんですが、確かに2009年の